平成27年7月からファミリーサポートセンター事業を実現しました。このファミリーサポートセンター事業は、お父さんお母さんがお子さんを育てている時にちょっと子供を預かってもらいたいなということを可能にする仕組みなんですけれども、この仕組み作りがなかなか世田谷区では進まないでいました。そこで世田谷区議会で私が改善案をしつこく提案したところ、この仕組みが実現したものです。今では生後43日目の赤ちゃんから小学校6年生までのお子さんが地域の中で見守られながら預かりが可能になりました。また今後のことですけれども、この子育てのモット、世田谷区では昨年の7月から世田谷版メウボラといいまして、妊娠期のお母様を面談する制度がスタートしました。しかし残念ながら、この制度は世田谷区の5カ所でしか面談ができないという状況であって、今お母さんたちからはもっと身近なところで面談ができたらいいのになという声が届いています。私はこれから27カ所にある安心健やかセンターでこのネウボラの面談が可能になるようにしっかりと進めていきたいと思っています。もう一つは、就学前教育の充実に向けて、就学前教育というのは小学校に上がる前のお子さんへの教育のことですが、世田谷区としてまず保育サービス待機児童の解消とともに、全ての子どもの教育が皆さんが享受できるよう幼児教育センターを設立し、そして就学前教育の無償化を図っていきたいと思っています。青少年のモット、これは私が平成19年に区議会議員に当選した当初、生きづらさを抱えた弟さんがいるお兄様から、弟が仕事を着いた後になかなかコミュニケーションが取れずに会社を辞めてしまった、だけどその後に相談できる窓口がない、またあるご家庭では息子さんがお隣の部屋で20年間近く引きこもり状態になっている、そのようなお声をいただきました。しかし残念ながら当時世田谷区にはそういう若者の相談窓口が一つもありませんでした。私はこの若者の生きづらさを抱えた状態を何とか解決できる方法はないかと他の自治体に勉強に行きながら、世田谷区の中でその対策を訴え続けてきた結果、平成21年度から平成26年度にかけて、若者サポートステーション、ヤングワーク世田谷、そしてメルクマール世田谷と3つの施設を拡充することができ、今では世田谷若者総合支援センターとしてその機能の強化が図られています。今後は昨年から18歳選挙権がスタートしました。より若者が区政に身近に感じていけるような、その課題を私のところに届けてもらいながら、また一緒に区政の改善に取り組めれるような仕組み作りを進めていきたいと思っています。さらにこれからオリンピックが始まりますが、東京2020大会に向け多くの方たちが日本を、また世田谷を訪れられます。そういう意味で世田谷で青少年の国際交流を活発になるような仕組み作りも進めていきたいと思っています。さらに若者の中で今ひたひたと蔓延しているのが薬物依存の問題です。薬物依存症対策はきちんとした教育が必要ですので、学校の教育現場などでこの薬物対策に取り組んでいきたいと思います。小田急線の千歳船橋を利用する視覚障害のある OL の方から、ご自宅から千歳船橋の駅までの間に信号機が音響式でないことから大変危険を感じるとの声がありました。警察や世田谷区にこの要望を届け続けた結果、4年越しではありますが、本年3月までに2機の音響式信号機の設置を実現することができました。また昨年、残念なことに
視覚障害の方がホームから転落をして亡くなるという痛ましい事故がありました。このことを受け、転勤などで通勤経路がわからない、このような危険を感じる方々に対しては限定的ではありますが、世田谷区として移動支援サービスを本年4月から実現することができました。今後のことですが、障害のある方々にとって、特にお母様たちにとっては親亡き後の子どものサポートが大変不安であるという声が多く寄せられています。地域の中で障害のある方たちが安心して住み続けていけるよう、まずはグループホームなどの施設の整備と、またいざという緊急事態にはサポートができるショートステイやミドルステイの施設の整備を取り組んでいきたいと思っています。食べられるのに捨てられる未使用食品、このことを食品ロスと言いますが、日本では年間約621万トン排出されていると言われています。公明党は国、東京都、そして各区でこの勉強会を丁寧に積み重ねてきました。私は昨年の議会質問の中で、この未使用食品、特に家庭から出る未使用食品を区内で循環させる仕組みを作るために、フードドライブの常設窓口を区内に設置することを求めてまいりました。本年4月から世田谷区内2カ所にこのフードドライブの常設窓口を設置することが実現いたしました。今後はこのフードドライブの窓口をさらに区民の皆様の身近なところで設置できるよう、この拡充を図ってまいります。さらに議会や行政の中で使われている紙の文書、これも非常に膨大な紙の量です。ペーパーレス化を図りながら、世田谷区の環境に配慮した取り組みを進めてまいります。熊本大地震などさまざまなところで災害時にペットと離れ離れになってしまう、そのような声がたくさん届きました。世田谷区として災害時に同行避難をする、そのマニュアルを発行させていただくことができました。今後ですが、世田谷区内の避難所でペットと同行避難をした時に受け入れができるような体制をしっかりと進めてまいりたいと思います。さらに世田谷区としては、安心安全な街づくり、これは財政が健全であることも重要な課題です。世田谷区として新公会計制度が導入されることが決定をしました。今後財政の見える化も一層進めながら、区民の皆様にしっかりと安定した財政が分かるように伝えていきたいと思います。さらに東京2020大会に向けては、この馬事公園で馬術競技が行われます。世界中の方々が安心してこの町世田谷を訪れることができるよう、いざという災害時の避難のサインなどを分かりやすい設置を心がけてまいりたいと思います。世田谷区には在日の外国人の方が年々増え、今では約2万人を超える方々がお住まいです。その方々が一日も早くこの日本に慣れることができるよう、日本語教室の拡充を図ってまいりました。さらに東京2020大会に向けては、多様性を認め合い、多文化交流を図りながら平和の創出をしてまいります。また若手アーティストの育成に努めながら、東京2020大会の後に世田谷区民会館の建て替えが予定されておりますが、音楽機能を強化した音楽ホールを求める声も多く寄せられております。この機会を大事に捉えながら、文化芸術振興に努めてまいります。
公明党は24時間365日、高齢者の方が安心して暮らせるよう、高齢者安心コールを創設しました。今後は介護要望を推進し、高齢者の方々の健康寿命の延伸を図ってまいります。さらに、食事をすることはとても大切なことです。この食を介した通いの場を作りながら、地域の交流を図り、そして地域包括ケアシステムの構築を進めてまいります。女性特有のがんである乳がん、子宮頸がんの検診受診率の向上に努めてまいりました。今後はがんになっても働き続けることができるよう、環境整備を進めるとともに、就労継続の支援が拡充できるよう、がん相談窓口の充実を図ってまいります。さらに、がん検診の受診率の向上に向けて、マイナンバーカードを利用したがん検診のポイント制度を進めてまいります。2020大会に向けては、健康増進にも資するスポーツ施設の整備を進めながら、健康増進を図ってまいります。もっともっと住み続けたい街を作るために、岡本信子は区民の皆様の声を8つのモットーに込め、全力で働いてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。